こんにちは、たい平です。今日はエンドウの支柱立てをするつもりでしたが、その支柱が少し足らないことが分かり、今から急遽、支柱作りをすることになりました。それでは今から、作る様子を見ていただきます。よろしくお願いします。それでは、今から支柱作りをしていきたいと思います。まず最初にノコギリを使って、そうですね、使う支柱の長さでカットをしていきたいと思います。で、今回は、畑で使う支柱ですね。なのでだいたい私は 2m ちょっと長めになりますが 2m の長さで、カットしていきたいと思います。カットする時なんですが、長さも大事なんですが、太さですね。支柱の太さは太いところが最低でもそうですね、6cm ぐらい欲しいかなと思います。畑で使う杭なので、支柱となる杭ですので多少細くてもいいかなとは思っています。太いよりかは、使いやすいので、でもあんまり細すぎても使いにくいですので、最低でも5cm から 6cm ぐらいの太いところでの太さの材料を使っていきます。ちょっと細いけど大丈夫かな。あとそうですね、この使っている材料なんですけど、私は支柱を作る時はだいたい杉ヒノキの材料を使っています。軽くて運びやすくて使いやすいっていうのもありますし、手に入れやすいっていうのもありますね。で、杉ヒノキは、他の広葉樹と違ってまっすぐ育つ木ですので、支柱や杭などを作る時にはすごく最適かなというふうにも思っています。そうですね、できたら杉よりもヒノキの方が長持ちするかなというふうにも思っています。では、長さ 2m で切りました。この杉の材料を使って、杭の先を作っていきたいと思います。この先を作る方ですが、太い方と細い方ありますけど、私はもうこの太い方を、加工して、いつも木の杭や、支柱などを作っています。なんでそうするかっていうと、太い方を、土に刺さる方にすると、打ち込みにくいですけども、打ち込んだ後は、安定して、太い方が入りますので、無理して入っていくので、今度はね、抜く時が抜けにくくなるんです。細い方がなんかこう土の中に入りやすいなとも思うんですが、実際に打ち込むのも、大変入りやすいんですけども、すごくね抜けやすい杭になってしまうので、私はいつも太い方を、杭の先といいますね、先を作っています。で、この杭の先を作るのに、いつも使っている道具が、このよきと呼ばれる、林業で使われている、道具だと思います。この道具を使って、先を作っていますいつも。で、まあこれがない時は、このナタですね。ナタを使って、杭を作ったりともかもしています。では、実際に作っていきますね。杭の先は、よきでこう狙いを定めて、まず1面目を作って、でちょっと回します。3分の1回転して、で次の面を落とします。で最後にもう1面、でこれでと思います。見えますかね。杭は私はこう1面2面3面削って完成です。でこの先は杭として何回も使いますので、先がねよく欠けたりとかしやすくなってくるので、あんまりピンピンには尖らせないでもいいかなというふうにも思っています。これで、先は完成ですね。もう一回やってみます。今度はちょっと、ちょっと太めの、材料になりますね。では、太い時は何回も振りかざして、少しずついっぺんに落とすんじゃなくて、少しずつ落としていきます。あまり綺麗じゃないですけどまあこんな感じで見えますかね。3面落として、完成です。で、この杭の先ですが、3面で削るっていうのはすごく効率も良くていいのかなというふうにも思います。よくね、鉛筆を削る時のように多角形で、多角形というかもうほとんどツンツル点に先を尖らすように杭を作ったりしたらどうなんかなと思う人もいてますが、まあそれよりも3面の方が角ができてしっかりと土の中に刺さって、抜けにくい形になってると思います。で、3面削るメリットというかっていうのは、作業工程も早いですし、可動が立って抜けにくいっていうのもありますし、よく売られているキノクイモ3面削りのものが主流だと思います。一番いいやり方なのかなというふうにも思っています。よいしょ。で、あと今畑の支柱として2メーターのものを作っていますが、それ以外の杭に関してはだいたい私は 1.8 メーター、稲木なんかもそうですね。お米を収穫した後に、葉咲きに干すんですが、その時に使う稲木の長さはだいたい 1.8 メーター。他の杭とも同じぐらいの長さにしています。よいしょ。で、畑で使う杭の長さの 2m は何でなのかって言ったら、主につる性のものですね。上に伸びていくものの支柱で使うことが多いですので、少しでも長い方が、作物も高いところまで、伝ってってくれますので 2m の長さにしています。打ち込む時に掛け矢を使ってコンコン打ち込むんですけど、ちょっとやりにくいですが、台の上に登って、脚立やコンテナの上に登って、支柱を打ち込むことになるんですが、そっちの方がいいのかなというふうに思って 2m の長さにしています。あともう一つね、稲木とか畑で使うこの支柱とかの杭は、このまま皮をめくってそのまま使いますが、建物小屋とかを作ったり、葉咲小屋を作ったり、ずっと土の中に埋めておく時の杭を作る時は、最後に皮をめくった後、火で炙って少し表面を炭化、炭の状態になるまでよく火で炙って、でそしてから、杭として使っています。そうすることによって炭化しますので腐りにくくなりますし、防虫効果も少しあるのかな。そういうふうに、火で炙って炭化をさせてから杭として使っています。そうですね、畑で使う畑で、獣害対策でこういう杭を使ってフェンス柵を作ったりとかもしますけど、そういう時も、火で炙ってから、少し表面を炭化させてから使うと、腐りにくい、長期間使える杭になるのかなというふうにも思っています。最後。では、先ほど先を作りましたので、皮をめくって、杭の仕上げをしていきたいと思います。で、この時使う道具はいつも、畑で使っていますノコギリ釜を使って、この木の皮をめくっていきます。元から太い方から私はなんとなく剥いだ方が綺麗にめくりやすいのかなというふうに思ったりしていますが、まあどっちからめくっても同じやでっていう人もいていますし、まあ、どっちでもいいのかな。まあ、めくりやすい方からめくっています。なんとなく太い方からいつもめくってるような気がしますね。で、まあどこまでめくったらいいのかも悩むんですが、まあ支柱なので、まあ、めくれるところまで、簡単にめくれるところまでめくったら OK っていう感じにしています。比較的めくりやすいですね、この今回のあたりです。これね、ほんとめくりにくいやつもありますので、めくるときはできるだけ生のうち、早いうちの方がめくりやすいっていう風にも聞いたりしますね。あとこの収穫時期にもよるとも聞いたりともしています。木を切った時が、まあ、すごく雨の多い時でしたらすごく水分を含んでめくりやすいとかいう風にも聞いたりとかしたことがあります。まあでも、まあ、いただいた木ですので、まあでもありがたいなというふうに思いながらも、多少ね皮がめくりにくくても、まあ、気にせず使っています。どうかな、こんな感じで、皮がめくれました。これで一応杭の完成ですね。はい、残りの杭も皮をめくっていきたいと思います。はい、なんとかエンドウの支柱10本程度、作ることができました。早速この支柱を使ってエンドウの支柱立てをしていきたいと思います。今回の動画は以上になります。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。ではまた次回の動画で会いましょう。